Fantastic. はい、こんにちは。漫画家の井上サンタです。サンタスティック TV 始まりました。ということでね、今回のサンタスティック TV はですね、このサンタスティックの東京の事務所、私いるんですけどもね、そこからね、日本のスーパーマーケットへ行くの巻っていうことでですね、なんで日本のスーパーマーケットに行くっていうことを動画にするかというとですね、実は、2017年の12月中旬からですね、私が、アメリカはロサンゼルス、LA にですね、引っ越すことが決まりました。ということでね、実はこの世田谷の事務所にですね、今年1年ぐらいかな、住んでいたんですけどもね、ちょっとね、いつもね、近所のスーパーマーケット行ってたんですけどね、ここのですね、神社の境内を通るとすごい近道になるってことがつい最近分かりましてですね、この事実をもっと早く知ってればなと思ったんですけども、もうね、あと2週間ぐらいしかね、ここにいないんですよね。でね、もうね、二度とね、この街に来ないかもしれないなんてね、思っているんですけどもね、せっかくならこの近道を、動画に収めとこうっていうのがですね、これ私でございます。今回の趣旨でございます。ね、ここのね、クリーニング屋さんはね、なんか直してんのかな、一回ね、ボールペンでね、ぐちゃぐちゃになっちゃったね、シャツをね、直しに行ったんですけど、でここね、豊川っておそば屋さんがね、僕がね、引っ越してきた時からね、行きたいなーと思ってたんですけどもね、一回も空いてる姿を見たことないってことでね、なんていうのかな、ほら、カッポレとかね、こういう、ほら、どなたでもすぐ踊れますとかね、こういう張り紙とか、あとね、尺八教室とかね、やらしくない方の尺八なんですけどもね、こういう紙がね、結構ね、真新しいんですよね。でね、こう、いい感じのこう、ジャパニーズ蕎麦屋がね、近所にあってね、ランチなんかね、お蕎麦なんか、せいろとかね、すすりたいなと思ってたんですけどもね、一回も空いてる姿を見たことない。だけど、なんかね、閉じてるような汚さは、なんかこう、まだないんですよね。だから、いや、俺の知らない時間で空いてんのかなって、とかって言いながら、ほら、もう、このスピードでね、もう大関ついちゃったんですよ。でね、最近はね、このね、大関はね、この赤いカゴがお客様用でね、生産が済んだカゴがね、オレンジ色なってことね、ある時期知ったんですよね。オレンジ色の箱、カゴを先に取っちゃうとちょっと怒られちゃったりするんですけどね。それでね、みかんがね、これはこう、10個で、1個、なんていうの ?38 円で、10個で380円っていうのね、このみかんが美味しいんでね、なんか、なるべく腐ってなかったりとかね、大きいの取ってやれっていうね、貧乏根性がね、出たりするんですけど、ね、そういう話してるとね、横からね、スーパーのお兄さんがね、今増えたでしょ、ちょっと、こうやってね、お兄さんがね、どんどん入れてくれるっていうね、ワンコそばスタイルみたいなね、こっちに入れてくれたりしてね、それだったらもっとフレッシュなみかん取ってやれみたいなね、どんどん欲のね、底なし沼がね、あったりするんですけどもね。それでね、もう10個みかん取り終わったらですね、店内入って、こうおばさま方のね、ぶつからないようにするっていうのもね、こうアメリカで覚えたアフターユー精神みたいなね、そういうのもあったりするんですけどね。でここのね、レジのね、前にね、桃でできたワインっていうのね、結構置いたんだけどね、限定8000本ぐらいとか書いたんだけどね、これがね、ジュースみたいで美味しくてね、寝酒のお供にメロンの夜なんですね。肉まんかね、あんまんかね、どっちにしようかっても永遠の命題なんですけどね、なんていうんですかね、両方入ってるパックがあるんです。で、ここのね、緑寿司っていうところね、ほら、見て、これ。この魚をさばく人たちがね、俺はこの魚を責任持ってさばいたぞっていう写真が、おじさんとおばさんがね、たくさん並列で並んでるのがね、かなりイルなんですけど、でこの緑寿司の本店がね、なんだっけな、小田急線の、梅ヶ丘駅にね、本店があってね、なかなかフレッシュなね、出来たてのこの寿司をね、この横の駅であるところをですね、横の駅っていうかね、このね、
駅はまた梅川かじゃないんだけどね。あとね、この鹿児島産のいぶし銀っていうね、このほら、なんていうんだっけ、こういうの、もう年取るとあれあればっかりになっちゃってね。これがね、2種類あるの。究極の手揚げ餅、鹿児島のいぶし銀っていうね、醤油とぶっかけ塩っていうのがあってね。で、俺はね、ぶっかけ塩の方がね、美味しいんですよね。これ、ね、なんていうかな、もうちょっとイルな感じでね、ちょっと食べ過ぎちゃうと気持ち悪くなっちゃうんだけどね。まあ僕に問題があります。食べ過ぎちゃう、欲しがり過ぎちゃう、欲しがり兄やんっていうね、そういうお友達もいるんですけどね。でもな、お会計をね、この、なんていうの、大関のカードで、今どんどんポイント貯めてね、カード使っちゃうとね、ポイント5倍の日はね、5倍にならないんですけど、いいですかって言われるとちょっと瞬時に、こっちの空いてる方来ちゃったんでね。このお姉さんはこう、なんつうの、なんか録画してんじゃねえかと怒られたら嫌だと思ったんで、ね、ここら辺で、ちょっと一旦ね、録画止めたんですけどもね、すごいスピードでね、パッパパッパね、やってくれてね。で、お箸は何千必要だ、こうやってカード出してね。そうこう言ってる。終わってしまいました。はい、今回もご視聴ありがとうございました。ということで、次回予告でございます。2017年の師走の渋谷の街を、そして、この変貌していく渋谷の街に、サンジャマが降り立って、この長い長い光へのエスカレーターを登っております。そのサンジャマの向かう先はどこなのか、一体どこの会社、はたまたどこのお店に向かうのかを想像を思いっきり働かして、次回まで、引っ張って考えてみてください。ってことで、絶対次回も見てくれよな。ってことで、また次回のサンジャマ TV で会いましょう。バイビー。 Yeah, 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 it's fantastic.